キリンラジオ劇場スペースロマン、レモンライムの香り、キリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン。綾秀雄原作、頑張れ僕らのヒットエンドラン、脚色秋元康、出演古谷徹、勝田直樹、藤田康夫、三橋洋一、黒須薫、田中信夫、以上の皆さんです。対外試合禁止の例を破って秋山先生が作ってくれたチャンスは、なんとあの優勝候補の広陵中学だった。だがこの強敵に稲葉中野球部は今久しぶりに燃えようとしていた。試合できるのか。ちょっと待てよ、相手は広陵なんだぞ。僕たちの勝てる可能性は万が一にもないと思うよ。やる、試合はやる、断じて試合をやる。試合をしない野球部なんてクリームのないコーヒーだ。だけどまたみんなに笑われるかもしれない。構うもんか、誰が笑ったってもうそんなこと慣れっこない。やろうやろう、久しぶりにシャレで。いや真剣さ、試合をやろう。よしやろう、笑われたって構わない。どうせ僕たちは野球バカなんだ。一生懸命プレーしようよな、みんな。やるぞやるぞ、その時あれや、外で素振りでもやるか。雨ぐらいなんだ、雨が冷たいのは最初だけだ。雨が怖くてこれほど試合ができるかって言うんだ。どっちみち練習すりゃ汗でびっしょりになっちゃうんだもんな。よし、今日は気を入れる意味でも雨の中で練習だ。行くぞ。稲葉中ファイト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 。やれやれ、私が勝手に取り越し苦労していたようだ。どうしたどうした、どうしたどうした、どうしてどうして、負け犬が一発な勝ち犬になってる。みんな試合は近いぞ、頑張れよ。広陵は確かに強いぞ。そしてとうとうその日がやってきた。先生としてはお前たちが一生懸命頑張ってきてくれることを期待してるぞ。先生が校則を破ってまで与えてくれたチャンスをしっかり受け止めてきます。俺たちは今まで負けてもヘラヘラ笑って帰ってきましたが、今度は負けたら泣いて帰ってきます。よし、頑張ってこいよ。はい。学校には内緒なので先生はベンチに入れないからな。分かってます。兄ちゃん、ひろしくん、おい、ゴー。うん、今日は病院に行く日で応援に来られないんだよ。見たいだろうな。兄ちゃん、兄ちゃんにホームラン打ってもらおうと思ってそれを言いに来たんだ。ひろし、ありがとう。兄ちゃん、これ四つ葉のクローバー。四つ葉のクローバーって幸せを運ぶんだって。だから兄ちゃんたちのチーム勝ってるでしょ。でも今日試合するチームって強いの？負けられん、断じて負けられん。秋山先生のためにも、野球部のためにも、そして広志のためにも。野球部はこんなにたくさんの人に支えられているんだ。解散できないぞ。いや、絶対解散なんかしないぞ。よし、
それじゃあ稲葉中野球部死に物狂いで頑張るぞ。稲葉中野球部ファイト。あー見てろ交流中。ヒットエンドラン。僕らは野球の落ちこぼれ、ヒーローなんて言いやしない、顔も悪いし過去も悪い、落ちこぼれ僕らのチームはみんなで勝った、やる気を出しただけさ、うまくいったぜ、ああヒットエンドラン、レモンライムの青い風、竹内まりやが歌うキリンレモンの歌。ライムの香り、キリンレモン。綾秀雄原作、頑張れ僕らのヒットエンドランの放送用台本を30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は郵便番号100-100番、東京千代田区有楽町日本放送キリンラジオ劇場スペースロマンの係まで、はがきでお申し込みください。レモンライムの香り、キリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマンを終わります。